1988年の日本グランプリは、ロードレース世界選手権の1988年シーズン開幕戦として、3月25日から27日にかけて、三重県の鈴鹿サーキットで開催された。前年に引き続いて 250cc と 500cc の2クラスのみが開催され、500cc は、鈴木のケビンシュワンツ、250cc は、 ホンダのアントン・マンクが制した。シュワンツは自身初の世界 GP 勝利となった。平忠彦が5列グリッドでのポールポジションを獲得した。スタート後、ウェイン・レーニーが先頭で第1コーナーに入り、ケビン・シュワンツ、ワイン・ガードナー、クリスチャン・サロンが続いた。シュワンツはヘアピンで内側を取ったが、レーニーはこれを抑えた。しかしながらシュワンツはスプーンでトップに立つのに成功した。 一周目が終わるとシュワンツとガードナーが先頭を形成し、これにサロンが続いた。ガードナーとシュワンツは何度も順位が入れ替わった。エディ・ローソンとニール・マッケンジーが追い上げ、3位と4位に入った。藤原義彦はヘアピンで点灯した。最終ラップでガードナーはコースアウトしたが何とか止まった。しかしながら勝利のチャンスを逃してしまった。ありがとうございます。